今回ご紹介するのは驚いた表情の猫たち。可愛い姿を AI が描きます。ナイスなリアクション。AIがびっくり猫を描きました。今回ご紹介するのは架空のファッション。アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のヒロイン綾波レイをイメージしたファッションショーを AI が描きます。AI が綾波レイ風のファッションを描きました。今回ご紹介するのはエイリアンのペーパークラフト。映画エイリアン2をイメージした立体模型を AI が描きます。AI がペーパークラフト製のエイリアンを描きました。今回ご紹介するのは脱構築主義。既成概念にとらわれない斬新な建物を AI が描きます。迫力ある構造物。AI が脱構築主義の建物を描きました。今回ご紹介するのは可愛い生き物。新種のモフモフ生物を AI が描きます。参考にした動物は猫、ウサギ、フクロウ、シマエナガ、ヒヨコ。 AI が新種のモフモフ生物を描きました。今回ご紹介するのは
フランスの宝飾デザイナールネ・ラリック。ジュエリーとガラスの分野で多くの名品を残した工芸家です。架空の新作を AI が描きます。現代でも人気の高いルネ・ラリックの宝飾デザインを AI が描きました。今回ご紹介するのは SF メカのポップなイラスト、鳥山明風に AI が描きます。どこか懐かしいタッチのイラスト、 AI が SF メカを描きました。最後に時間の関係でニュースに入れられなかった映像をいくつかご紹介します。以上、AI 描写による架空ニュースでした。